おッパーありがとうありがとう今度は私の生誕ティーを着てください <laughs> ありがとうイーブイちゃん久しぶりわーありがとうこんばんはこんばんはこんばんは体調全然大丈夫だよめちゃめちゃ元気ありがとうごめんね心配して そう、配信がなんか久しぶりだ <laughs> 配信がなんか久しぶりなんだけどそうあ、達也くんもラブルートありがとう <laughs> 何これ <laughs> ありがとう達也くんありがとうねお話し会もありがとうメリーちゃんこんばんは、こんばんはイーヴちゃんクマ1個ありが…です、コッショします いけたちょっとタワー来たら少し押しようと思うのではい <laughs> ありがとうイーブイちゃん話し会も全部来てくれてありがとうあの本当にこのイベントはガチで1位を狙ってるのでガチで本気なのであの私はマジで多分みんなが私を見てると分かってくれてる人もいると思うんだけど本当にに0百人間なのね だから50とか60とか30とか40とかなんか自分の中でその中途半端なもうそれもランキングに例えたら例えば中途半端なところにいるのは嫌なので本当に1あるからには絶対に1位になりたいっていう気持ちでそうやってるしこのショールームイベントに限らずそのあのあれなんだっけ そう銀河英伝説のゲームの時も本気でやっててそう研究生で3位になれたんですけどでも今回はね本当に目標が違うので3位目標が3位とかじゃなくて目標が1位でやってるのでそう「お洋服かわいありがとうこれお話し会の時にも来たんだ今日はえなんかめっちゃコメントが溜まってる気がしちゃってる今日は40分まで。 これなんか見にくいかもさっき貼ったから <laughs> そうおしゃべり会以来だ以来だ以来です <laughs> 達也くんハートいっぱいありがとういエワインちゃん星いっぱいありがとう2位3位は眼中にない眼中にないわけではないですけど絶対に1位を取るぞという気持ちでおりますだから初日って大事だなって思って本当は5時からやりたかったんだけど 今日ははあるお仕事をしてきてき実はでもまだそれはみんなには言えなくて初めて一人で頑張ってきたのであのー、うん応援ん応援じゃない待っててください早くみんなに言いたいけど早くみんなに言いたいんだけどあの頑張ってきただから今日はいつもとメイクがちょっと違うって気づいた絶対気づいてないよね <laughs> ラーメンマン欲しいありがとう ラーメンマンもありがとう。アンパンマンの、あ、アンパンマンって言っちゃった。<laughs> ありがとう。ねえ、待って、イーブイちゃん、虹ありがとう。スクショしよう <laughs> ありがとう。イーブイちゃん、<laughs> ありがとう。<laughs> マジでありがとうね。本当にありがとう。うん。 そう一人で頑張りました <laughs> まあみんなな何やと思うかあれですけどあ二21日受付ありがとうこちらこそありがとうそう元気だったよなんかそのメールの返信とかでなんか私が配信しなかったから配信できるできないのみたいななんか配信 ダメって言われてるのってあのメールの返信で聞かれたんだけど全然そんなことなくてそう思われても仕方ないかなって思ったんだけど私の気持ち的な問題でちょっと配信してなかっただけなのでそう全然あのそういう感じではないです <laughs> そうでもこのあのイベントをきっかけにね配信またやっていこうと思うのでっていう感じで。 メイクフフフさすすががささっきさっきってか今日返信がいっぱい来てて嬉しかったメールのありがとうそういつもとえ違うって私がやったからでしょなべちゃん <laughs> あタヤありがとうお星タヤも今日何してたの早く会いに来てよ <laughs> うんそう あ、一つだけ言ってしまうとグラビアではないです。あの期待して欲しくないので違うって言います。<laughs> そうあの違うって言っちゃいます。そこだけはあのそううん <laughs> 違うってまだまだだと思います。でもグラビアやりたいっていうのはまあ、言ってる時には言ってるのであのまあいつかっていう感じなのですけど。<laughs> そうあポンタくんもありがとう久しぶり元気いつもと違うよいつもよりメイクが違うんだいつもとどっちが好きか今か髪の毛ハーフツインじゃないからいつもより大人っぽいかもリップも違うしねえ待って何これ 何これ何これてりもきさんこれなこれ何何て書いてある最高最高って書いてある合ってるねえ待ってこれは3回ぐらい復習したいけどありがとうてりもきさんありがとう感謝ですお話し会もありがとう早く会いたいてりもきさん早く会いたいから会いに来て。 私からは会いに行けないから会いに来ててリモキさん会いに来てくださいな前座とか前座とかで前座やってるよありがとう本当にそしてまたアバターが変わってて可愛い、うん 5月3日みりちゃん全然いるの期待してるえわ分かんないなまだちょっとまだ何もあれなので分かんないけど出たいなあ流星結婚してありがとう久しぶりに結婚してって言われた私と結婚したい人っているんだねこの世の中に <laughs> ありがとう流星結婚しよう <laughs> あまたあとでねそうリップが違うんだ これをあなんか反射しそうで怖いからさ何も言わないけどジルチャートの絶対おじさんたちに言ってもわからないと思うけどリップグロセラムムバーム06番です <laughs> あのごめんおじさんたちに言ってもわからないよねえ待って1位になったんだけど <laughs> えっ、ー、ありがとう泣きそう。 最近情緒がおかしいのであのおかしいので情緒がおかしいのでこういうことになっちゃうんですけど <laughs> ええー、イーブイちゃんありがとうクマ今日スクショカシカシうるさいごめんね <laughs> 待って1位なんだけど <laughs> ジルチュアートぐらいわかるあーごめんなさいねおじさまおじさまたち <laughs> おじさ、ま、おじさまじゃないよね私のファンの人って私の調べ私調べだとそんなにおじさんはいないんですよねなんかいい感じの年齢層の方が多い多分 <laughs> あちょっと婚姻届あ婚姻届結婚したい人がもう一人いた <laughs> そう「ゆみちゃん欲しいありがとう」「くんなんて書いてあるのこれ」 守りたいこの笑顔、わあ、ありがとう達也くん。早く会おうね。えっとスクショしようとしたら、えっと、えっとスクショしようとしたら、えっと録画ロックしてしまいました。ごめんなさい。<laughs> これは大変申し訳ございません。<laughs> 大変申し訳ないです。<laughs> そうごめんね充電じゃないんだそうなんかね携帯を変えたんですよ携帯ケースを私は何回かこれ言ってるんだけどあの配信とかで配信じゃないねあの何ですかあれあ初見なのにありがとうございます今イベントに参加しているのでよかったら初日って大事だと思っているので勝手に応援してくださいありがとう そうそれでねあのー、なんだっけなあのー、<laughs> 何の話してた私待って記憶が飛んでしまったえっと何の話してたでしてました今ハットありがとう何の話してたっけ <laughs> まだギリ20代なのでえ二20代なんてガチ恋じゃないの逆に違うんだえ違うの 違うの <laughs> 違うの違うの <laughs> あそう携帯ケースをあのチャットとかでメールとかで言ったことあるんだけど携帯ケースをね日野さんんとソロににししたんですピンクにしてだから今見ているもしかしたら日野さんのことが好きだよっていう人はあの全然嫉妬していただいて構わないんですけど。 あのそう残念ながら私の方がねあの接点がありましてごめんなさい <laughs> めっちゃうざいやつになってるうんなんか最近なんか私がこうやってファンの人にマウントを取るからファンの人も私にマウントを取るようになってきてるのそれがちょっと気に食わなくてだからちょっと私もあのマウントをねどんどん取っていこうかなっていう感じで生きてるので <laughs> 負けないですよっていう。 感じですよ <laughs> そう負けないあとはなんか最近あの配信してなかったから話したいことがたまってたはずなのにこうやってやるとあんまり分かんなくなってくるんだけどなんかあそうそうあの次の前座が28日に出,出ることになったんですけどあの。 そう発表されたのがね受付期間過ぎちゃってたからもしかしたらもう行かないっていう人もいるかもしれないんですけどあのなんだっけあの刀剣とか刀剣とかであの来てくれると嬉しいのと28日も渡たった人も多分いると思うんですけど28日はあのね一応また違うので私は絶対。 多分いつもと違うので来てほしいなって思ってる特にあ二2 8イ行くありがとう昼夜お行くありがとう待ってるね <laughs> そうなんか最近すごくあの前座この間出させていただいた時とかもあいつもと違うっていうのはね多分ビジュアルの面でっていう意味です <laughs> あのそう この間出させていただいた時もなんか日に日に出るたびにペンライトが増えてるような気もしてるしそれが私の気のせいかもしれないけどなんかそんな気がしててすごく嬉しい <laughs> そうピンクのピンクとピンクなんですけどホットピンク濃い方のピンクなんだけどすごくうれしくてそれが <laughs> あとなんかなんかさ あのみんな前座見てくれた人なら多分分かると思うんだけどこうやって「メリーですん?」リですよろしくお願うじゃすって言うじゃん。そしたらその後にみんなが「なんかメリーちゃんかわいいよ」とか言うじゃないですかそれが結構地味にっていうか本当に嬉しくてなんかファンの人はそれをどういう気持ちで 言っっててててるるのか分かんないけど本当にそう思って言ってくれてるし私に届けたいからそうやって大きな声で言ってくれてるんだろうなって思うんだけどなんかあ本当に嬉しくて結構ガチで嬉しくてその声がその叫び声っていうのが大きければ大きいほど結構ガチで嬉しいからあの全然恥じずになんか何が言いたいか,のか分かんなくなって言ったけど。 あの恥ずになんか何て言うんですか「可愛い,いよ」とか「みーちゃん好きだよ」とか言ってください <laughs> 言いたい放題 <laughs> そう「いっちゃん可愛い,いよ」って言ってくれると嬉しいんだなって地味に地味にっていうかうん <laughs> そうなんかこの間なんかの時にめちゃめちゃすごく言ってくれる人が多くて。 にやしちゃったう <laughs> れしかったうんタイハートありがとうタカさんもハートありがとうございますこの間あったよね <laughs> そうペンライト日本持ちから日本持ちに <laughs> そうなんかペンライトもあのいっぱい持ってくれる方も増えてとても嬉しいです、うん、叫んでください <laughs> ああステラさんだ ッホー久しぶりじゃないよねそんなにお話し会ありがとう <laughs> こんばんはみリがひのちゃんの次にかわいいよそれはね私もそう思ってます <laughs> あほらありがとうございますそうなんだそうなんだそうなんだ <laughs> そううんだからそう意外と嬉しいので いっっぱい叫んでねっていう感じとあと何話そうとしたんだっけな今ところ出てるスケジュールが28なんだよね次会えるのがきっとだから28はもう受付終わったので統計になっちゃったもんけどまだ申し込んでなかったらよかったら別で早口よかったら来てください <laughs> そう 立ち風呂からめちゃめちゃピンクありがとう意外とさ最近思うことがあって立ち見って意外と見えるんだよねっていう感じそうウサギのペンライト見えてたよめちゃめちゃ嬉しかったそれなんか俺は誰がどうん誰がっていうか絶対的に私じゃないですかあのこの その時のメンツでピンクも振ってくれててウサギも振ってくれててって絶対に私だって思って本当に嬉しかったありがとうね <laughs> 結構目立ってたし <laughs> 30日いるかなまだ発表されてないからわかんないけどいるといいな <laughs> 出たいな全座,座ってさ一括りで言っちゃってるけどさお出迎えもだしあのお見送りも出て 出させてもらえるしあのパフォーマンス自体は1曲で少ないんですけどでも逆にその1曲で全部出そうって思って頑張ってるのでそうなんか本当に少ないかもしれないんですけど先輩たちのパフォーマンスも,もちろん見たいと思うんだけどなんか4期のためにその特に私のために来ようってしてくれる方がいることが本当に嬉しくて。 そう1曲だけなのにそれのためなんかも,もちろん他のリマートなんだけど来てくれるっていうのが本当に嬉しい28日は東京チャレンジします当たるといいねきっと当たるよわかんないけど <laughs> 立ち見ってさ多分見てる側からもさ見えるよねはじめましてこんばんは <laughs> 今エスカワイさんっていうねあの 雑誌の掲載オーディションをやっていて絶対に1位になりたいので今はギリギリ分からない1位だけど頑張ります二29日までなんですけど初日からなんか飛ばれちゃうで、ね、<laughs> そうそうなのお話ができるのが嬉しくてなんかそれって多分今だけの。 制度じゃないですか多分これからなんか全座,座が例えばなくなった時とかにこうやってこんな簡単に話せることってないんだろうなって思うしまあこんななわなわしい話をしちゃうとファンの方もさあの別に劇場公演にお,かお金を払っているわけですけどそのおしゃべり会みたいに私と話すためにお金を払うっていうことが必要ないわけじゃないですか。だからこれは皆さんににとっても本当に チャンスない <laughs> のか分からなくなっったあのそうあのねそうそういうこと <laughs> だからあのそうこういうことはつつみ隠さずにあの本当に来てくださいって思ってるので来てください来た来てない人とか <laughs> そうです <laughs> こんばんきルる,るありがとう あ,あ自分が受付した後ににリーちゃんだったあ,あそうなのねえ悲しい悲しいでもなんかみんなさ友達とかにさ友達ファンのオタク友達とかにさあの聞いてるよねなんか今誰みたいな誰リーちゃんあメリーちゃん,あメリーちゃん行く <laughs> ちょっとそういう感じなんでしょうわかんないけどちょっと裏はかんないですけど あありがとうございます今日もすごくいありがとうございます。すいいすありがとう, <laughs> りがとう、うん <laughs> エリーちゃんから入れてもらえたって思ってそれは絶対送ってる <laughs> そうロビーでのトークえどうなんだろうねロビーカーフォーロビーあれどうなんだろう分かんない <laughs> そう,うんなんかさ分かんないその本当に「こんばんは」あの「運」とかで私のお出迎えを狙って来てくれる人もいるって分かってるけど多分ね私の本当にファンの方は多分私の出迎えの時間に来てくれてるかなって思うだけどなんかそのなんていうんだろうその並んでたりりとかしててやっぱり そのよくメールの返信でも送るんだけど並んでたりするとその二人いるじゃんお出迎えがかなかなかなんかいい感じにならなかったとかよくは聞くの <laughs> そういう時って私もどうしたらいいのかねわかんないだよね正直めっちゃ恥ずかしいけどメリー1 0ンチぐらいしかないよね待ってどういうこと距離が確かにえでもなんかこれは なんか今日めっちゃ語ってるなあのね私がアイドルをやってる上でアイドルになった時に決めてるっていうかアイドルになる前から決めてたことが絶対にファンの人と距離感が近くてちゃんと人間味のあるアイドルになりたくてあのやってるんですよきっとそれが皆に伝わってるって思ってやってるんだけどあのだからお見送りの時もお電話会の時も誰よりも距離を近くして話そうって いう思いでやってるんだけど伝わってるかなわかんないんだけどそうだからお出迎えもお見送りもすごく頑張ってるのであの <laughs> そう近いのが嫌って人ももしかされるかもしれないけど <laughs> あのそうです <laughs> そうなんです <laughs> ピカピカありがとうましろさん久しぶり パッとありがとねそうなんだ <laughs> それで変わってもらったけど悪いことしたなってえーそんなことないでしょだってね私はさわたかんないわかんないね私の個人の考えなんだけどそのお出迎えもその きっとみんなかららししたら一つの楽しみじゃん,なんだろうその推しが私だとしたら私が、ね、こうやって私と話せるっていうことがきっと一つの楽しみになってるんだろうなって前座も含めてそれも含めて前座かなって思ってるから仕事何て言うんだろうお出迎えとかも全部含めて前座などとしたら全然それは悪いことではないと思っている <laughs> 私は。<laughs> あいつも遅く行くからお電話からスタッフさんだよ。ねえなんでちょっと早く来てよ。ちょっとちょっとじゃんちょっとだけ。早く来たら私じゃなくても4期の誰かいやそれはやだなそれはちょっと嫌だけど私の時かもしれないよ。<laughs> 分かんない私結構ねあの差がありましてじゃんけんで決めてるんですけど一番目の時もあれば最後の時もありましてあの本当に何とも言えないのであれなんですけども。 そう,そうなんだ <laughs> あ劇場ゲート前のお姉さんに来てもな、ね、い、ねね、あそうなんだえー、そうなんだそうなんだすごいいつもとメイクが違くて一番変な気持ちになってるのは自分なんだよね メリーちゃんいつも左側で受付してるうん左側あみんなから見てってことこっち側あなんて言うんだろううんあのわかる <laughs> でも多分ねそれはねたまたまだとなんかねその時の一緒にやることをどっちがいいって決めてるんだけど大体どっちでもよくて私的にわ <laughs> かんないななんんかみんながささ入っっってててききて行くのってさきっと 多分好きな子の方に行くと思ってるから私的にどっちでもよくてでみんな奥がいいかなって思ってそうなんか入ってすぐ行きやすい方がみんなが行くのかなって思ったしはいつも左側んみんなから見て左側にいることが多いけどまあでもなんだろう本当にその時によって違うんですけどね今日もとっても素敵でかわいいありがとう前お話会の時もねいっぱい褒めてくれて嬉しかった「タイポップコーンありがとう」 <laughs> ラーメンマンくまありがとうそうみんなに見せたいものがあってねあのね見せたいものっていうかあのー、<laughs> 見てくださいこれこちらをね私もスタッフさんからもらったんですよ <laughs> やっと <laughs> みんな持ってるかなわかんないけどあのそうこれね私の生誕のアクリルスタンド <laughs> アクリルスタンドなんか違うなアクリルスタンドんか違うなんか違うな, <laughs> な,んか違うなアクリルスタンドをもらいましたそれれでねあのこれを ちょっと後で組み立てようと思いますで組み立て,てる組み立てるとするじゃん。で組み立てるとしてさ組み立ててどこに置くんって感じじゃない今思ったんだけど <laughs> 組み立ててさどこに置けばいいんですかこれなんか台みたいなのがあったらさよかったのにないんだよね <laughs> どうしたもんのか。<laughs> <laughs> ドラえもんの真似したかったんだけどできなかったあの4期のさイベントの時にナギがさあのメンバーものまねあの子本当にあの子つがてメンバーものまねが上手くて私ものまねが多分世界で一番下手くそでできなくてあのできないのであれなんですけどそうあイーブイちゃん星ありがとうありがとうイブイちゃん本当に イちゃんは私がの本気でやりたいことに全部付き合ってくれるというか応援してくれるから本当に嬉しいありがとうメリー気になりだしてから2日目が締め2日目締め切りああれかこれね今のね <laughs> うん手で持つ <laughs> あ記念に取っといた方がいいのかな分かんないタイムテーブルそうあの 私も n g t フォーテイトに入ってからこういうイベントを参加させていただくのが初めてなので全然ちょっと正直ねわからないこともいっぱいあってからん怖いんですけどいろいろとあのそう怖いんですけどもあの頑張ろうと思っているしできることは全部やるし今日は本当にあのメールでみんなに。 何時がいいって言って聞いた感じがこういう感じになったんですけど明日以降は本当に朝もやるしやれる時にやっていこうと思ってるしあの星,星キラキラ星とかの時間もいろいろみんなが教えてくれていい感じで時間をやったつもりなので <laughs> あの明日からのタイムスケジュールはウェルカムコメントに書いてある通りなんですけど今日は今日だけだ。 これは今日,今日だけのスケジュールあと最終日もあの違います違いますあの時間が <laughs> まだ考えてないそれは <laughs> 玄関とかに置いとけばお見送りとお電話からメリちゃんがしてくれるあ確かに <laughs> そんな発想なかったなそうなんかオタクという感じの発想ですね <laughs> ラーメンマンありがとう熊風船さん そうショールームのルールがね私がオーディションショールームこの4期の時のオーディションやってた時とは変わっていていろいろとあのー、変わってそうなんか前はさカウント50カウントとかそのな,なんて言うんだっけなんかいろいろ星会場とかあったじゃんなんか私もあんまよく分かってなかったけどそう だからいいろろ変わってるよね <laughs> 日中はねお仕事とかもあってそう明日もねお仕事があるし、あのー、できる時間帯さすがに6時から7時でお仕事があることがないと予想しているのであの <laughs> そう最終日の前日までは6時から7時までと22時から24時までやります。 うん、そう3時間が最大で3時間までなのでできるのがそう星集め大変だったよねそう捨て星とかなんかねえ星3周懐かしいやってた私もさみんなと同じお宅だったからさ3周してたな懐かしいな <laughs> 必死だったな私その頃ね大森真帆さんとかが好きで警備法っとのすごく参集した記憶があります <laughs> あ四4月30日当選したえー、どうだろう分かんないな出れる出,出れるといいな <laughs> うんそう0時そうでもねまあでもこれも大人の特権ですよね 24時までできるということはこの枠一般早く始まってるから終了時間気をつけてねということは39分に終わればいいですかということで今何時ですか誰かえっと <laughs> <laughs> うん <laughs> アホローありがとうございます <laughs> あー絶対時計持ってきた方が良かったちょっと次から次のこの字枠からちょっと持ってくるけど <laughs> そういえば最近前髪を切ったからちょっとだけあのブサイクかもしれません <laughs> うんということであの私はこういうの大体遅れちゃうのであのー くれちゃうと嫌なのでもう壇上を読んじゃおうと思います <laughs> そう怖いのでねそうあの今日は激集会的な感じで1個目やってみましたあのはい <laughs> 壇上を読みます13位わたちゃんとずっと TD さんありがとうございますわたちゃん 赤ちゃんの笑顔がいつも素敵だなって思って見てるよありがとう12位楽しみ村さんたかさんあのうさぎありがとうねたかさんはどうしてそんなにいつも元気なのかわからないその元気を私にください <laughs> 11位佐賀さん坂健さん,健さんこないだお話しかありがとうちゃんともう覚えたからいつ来ても OK だよ <laughs> ありがとう 10位、ステラさん。ステラさんもお話しかありがとう。みんなお話しかけてくれてるじゃん。ありがとう、ステラさん。ありがとうね、いっぱい褒めてくれて。9位、勝谷 n g t ッドハク士アットメリー、イベント頑張って応援するさんかつやさん、ありがとうございます。この間も会って、会ったよね。うん。ありがとう。また会おうね。8位、リュウスやっメリーさんの羊。ありがとう。今、多分、仕事でいないと思うけど。 頑張るんだよいないと思うけど <laughs> ありがとう次は待っております7位ミスターさんミスターありがとうありがとうね次は私のお出迎え来てね6位ポンタポンタ私が頑張る時は君がきっといると私は思っている <laughs> なんか分かんない <laughs> えっと5位 ラーメンマンあととリーちゃんの羊あなんか最近つけたよねこれありがとう羊になってくれてラーメンマンありがとうこの間ぶりだねありがとう4位タヤタヤもありがとういっぱいありがとうね一枠目から本当にありがとう <laughs> 3位タツヤぴあとメリーちゃんの羊タツヤ君もありがとうお話会もありがとうまたもっと話したかったんだいろんなことまた話そうね そして2位がテリモキさんテリモキバーガーさんありがとうございますありがとう <laughs> 早く青早く富山から飛んできてください <laughs> そして1位がイブイちゃんイブイちゃんありがとう1位本当に ありがとう本当になんかもうきっと銀エーデ伝の時もそうだったけど今回も私はイヴちゃんにお世話になってしまうだろうけど絶対それを私は返すので20%だえっとはい頑張ります !38 分になったら教えて <laughs> もうなってるもしかして38分になったら教えてください そう、それであの本当にあと2分えっと最後にあの意気込みを言っておくとあの本当に私は NGT48 としてまだ加入して半年しか経ってないけどあの本当に今回のイベントは絶対に1位を目指してるし何なら1位しか眼中にないのであのそれぐらいの気持ちでやっていることは皆さんに分かっていただきたいのと。 あの本当にそうそう1位を目指して私は頑張ってるし頑張ろうと思ってるしあのね <laughs> えっと何が言いたいか分からなくなっちゃったけどあの,あのぜひ応援してくれると嬉しいなっていうのとあのこの「S カワイイさん」に1位になるとあの2ページ分掲載されるんですけど。 それってすごく大きなチャンスだと思ってるので私のためにもみんなのためにも分かないけどあの一緒に頑張ろうねっていう感じですというわけで終わりたいと思いますありがとう教えてくれて時間次は私がちゃんと時を持つありがとうございましたバイバーイ次は20時からやります20時からやるからまたあとで会おうねバイバーイ 疲れありがとう。またね。またね。